1888年頃の警視庁、武術世話係警視庁武術世話係とは、明治時代の警視庁に設けられた警察官に、剣術、柔術、保守術を指導する係。現在の剣道、柔道、逮捕術の師範等に相当する。1868年、明治新政府は、町奉行を廃して、警報官を設置し、武術指導者として柔術は、 天神神洋流、磯又衛門、道、谷虎を、洋神流、突。翌1869年、完成改革により、警報官は、行部省大武士となる。1871年、行部省は、壇上大と合併し司法省に改組された。この時武術指導者はいずれも解雇された。1874年、内務省に、 本格的な警察組織警視庁が創設された。1877年、四族反乱西南戦争が起こった。警視庁は、続都鎮定と治安維持のため、9500名からなる警視隊を編成し、川地俊吉大警視が陸軍少将を兼任して旅団長を務めた。警視隊は大日本帝国陸軍の支援を行い、激戦となった田原坂の戦いでは、 警視隊から剣術に引い出た者104名が選抜され、抜刀隊として戦った。抜刀隊の奮戦は、維新後捨てれていた剣術が再評価される天機となった。川地俊吉大警視は、激剣最高論を表し、1879年、巡査教習所において、次のように訓示した。武術について、私の所見を述べておく。諸君は、学問だけでなく、 武術の方でも選抜された人々である。武術を知らぬ警察官ほど物足りないものはあるまい。何となれば、有事の際に一人前以上の腕力があって京都を制圧し得てこそ国民信頼の警察官である。その力の足りない人は何を置いても武術を練ることが肝心事や、私も若い時から武術をやっているが、警察武術というものを打ち立てねばならぬと考えている。 警察官は共族を相手としてもそれを傷つけることなく取り押さえることが上々である。共族の暴力を巧みに避けて倒す、縛るという武術が必要と思う。逆手もまた聖手とせねばならぬ。ゆえに武術の練習にしても常にそうした心を心として修練せねばならんのである。本当を言えば、一人で剣術も柔術も心得ておらねば、実際の役に立たんのである。 昔の武士は剣術に優れているだけでなく、柔術も相当に心得ていた。私は若い頃シーラフスゴテの稽古を受けたこともある。また、行進にその稽古をつけたこともあるが、実に真剣な態度の練習であった。だからその技量が実践に役立ってきたのである。諸君の中で目録以上の人はシラフスゴテで行進に教えてやってもらいたい。 ガチャンガチャンの慣れ合い稽古だけでは、見せ物の約束剣術になる。共族と戦うのには面とか銅とかにとらわれた、約束はない。諸君、剣術使いになるな、柔ら取りになるなと私は力説しておく。そのうちに私も道場に出て、諸君と戦ってみよう。今日はこれまで警視局は剣術を、巡査の必修科目とし、指導者の採用審査を、当時の剣術界の権威者、 坂木原鍵吉に移植した。1879年、坂木原の審査を経て、梶川義政上田馬之助、泉壮介が最初の激剣世話係に採用された。明治16年まで、1885年に警視庁が弥生神社で開いた激剣大会は、剣術史上初の全国大会となった。翌1885年、 第5代警視総監に就任した三島道常は武術を信仰し、三島が在任中に死去するまでの2年10ヶ月間に、警視庁武術は大きく飛躍した。他府県の見学や、区内省最年間の見学との試合、天覧株と割り試合への出場等、警視庁剣術の黄金時代であったと言われる。警視庁の剣術稽古は立ち切り稽古など、非常に荒いことで知られ、 警視庁の朝稽古に参加して、無事に朝飯を食べて帰れたら、一人前であると言われていた。稽古が終わる頃には数えるほどの人物しか残っていなかった。当時激犬世話係の若手であった、高野佑ロ郎、高橋久太郎、川崎善三郎、内藤隆二、角名ただらは大将から、昭和初期の剣道会に大きな影響力を持った。従術世話係は、 激犬世話係より4年遅れ、1883年に、発足した。1882年秋、警視庁は、久留米の充実家、下坂斎造に、初代充実指南役将兵委職の所管を送り、下坂から推薦された、久富哲太郎、中団蔵、上原昌吾、中村半助が、翌年3月に上京したのが最初である。その年の一月、各警察署へ、 純査一道は、激剣同様、柔術を修行するようにとの内達が出された。柔術世話係によって、軽視流柔術の形が制定される。当時柔術界の新興勢力であった、行動館柔道が警視庁武術大会に出場したことは小説、姿、三四郎などでも知られる。行動館からは、西郷四郎、山下義明、横山作次郎、富田ね次郎、 有馬純文、岩崎法、県、河合慶次郎、宗方一郎、佐尾代文蔵、大坪勝は、小田翔太郎、吉村新徳らが出場し、主に、養神流、戸塚彦介の門人と試合をした。この大会で、二三の引き分けのほかは、行動官が勝ったことから、行動官柔道が警視庁に採用されることとなった。山下義明は、大正時代に、 警視庁保守の形制定に尽力し、より犯人を捕らえることに適した技法を編み出した。これらの名称は、現在の警視庁に受け継がれ、主席師範から助教までの職階が設けられている。浅見勝子、金谷元吉、久富哲太郎、新海忠厚、園部九五郎、中団蔵、谷虎尾、戸張滝三郎、山下義明、上原正吾内藤隆次、 三橋寛一郎、宮部智道、岩崎法、県、大島彦三郎、坂部大作、伊丹七左衛門、中村半助、田子信重、河野十二、余計川喜十郎、千葉の種、今村四百三十二、愛田次郎、長坂中也、矢部常則、武藤秀重、佐々木正隆、山本銀作、今井光太郎、野村木之助、金松直角、松井百太郎、 梶川義政根岸慎さねぎししんごろう、森光三中村千次郎、柴田うぞう、なかむらせんじろう、しまどかおせきしろう、いつみそうすけ、お田茂し佐村正明、夏ら又の佐喜田みかんありがとうございます。